こんにちは。シェア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。よろしくお願いします。そうですね、多くのアドバイザーの方と同じように、定年がきっかけです。私の場合2回目の定年、もう65の定年を、次の仕事を何か選ぶとしたら趣味を生かせるものがいいなと思っていました。そこでネットで、趣味を、検索したところですか、もうシェア畑がヒットしました。これだと思ってですね、即応募いたしました。ちょうど三鷹の駅と武蔵境の駅の間に位置してましてですね、駅から近いということが一番ではないかなと思います。またこのリエットガーデン三鷹というのはですね、 JR の再開発によってできたところでして、シェアハウスとそれからシェア畑で、もう一つファミリー向けの住宅と合わせてリエットガーデンと呼んでいるんですけれども、そうですね、なんか洗練された感じが受けると思います。リエットガーデン三鷹は西側と東側と2つのエリアにこう分かれています。でこちらは西側のエリアということですね。で向こう側には公園もありますので、畑に飽きたお子さんなんかはそこで遊んでいるようです。こちらはですね、イベント広場といいますか、年に3回ほどイベントをやるんですけれども、その時の会場となる場所です。ちょっとおしゃれな感じがすると思うんですけど、こちら側にはテントを張ってですね、そこで食事をしていただくということになります。そうですね、この日があるとないではちょっと真夏の暑さをしのぐにはですね、これ木最高なんですね。いい木陰になります。相性がいいんですよ。皮がちょっと硬いんですけども、つまり、フライパンで厚めに切って、焼いたり揚げたりすると、とろっとしてすごく美味しいです。ここが小物の蒸し材の置き場です。自然農家ですとか、種なんかはこちらにあります。ハサミですとかですね、そういったものが、ここに置かれています。野菜作りは、定期的な、面倒を見るというかですね、日頃のケアというのがですね、いい収穫につながるということもあります。また収穫の時期もですね、逃すと、巨大なキュウリができたり巨大なナスができたりというふうになってしまいますので、やはり、そこはよく足を運んでいただいてですね、栽培をしていただければと思います。そのためにも都内に先ほど言いましたけれども80数箇所ありますので、関東ですね、関東に80数箇所ありますので、お近くの農園をぜひ探していただいて、楽しんでいただければというふうに思います。バンバンとすごい長さです。すごい、